僕は今東京メトロ日比谷線の三ノ輪駅に来ています。今回は東京都交通局が運行する唯一の路面電車都電荒川線に乗車をしていこうと思います。それでは本日もぜひ最後までよろしくお願いいたします。地下鉄の三ノ輪駅から都電荒川線の三ノ輪橋電停までは徒歩で約4分300メートルほど離れています。しばらく商店街の中を歩いていって、こちらアーケードには路面電車のイラストが描かれています。そしてこちらの商店街の左側に今回乗車する都電荒川線の三ノ輪橋電停があります。三ノ輪橋は都電荒川線の始発電停ということで非常に立派な佇まいです。こちらはトイレなんですけれども、木製になっていて結構昭和レトロな雰囲気を感じますし、ホーム側を見てみてもホームの壁には昔に掲示されていたような広告があって、なかなかレトロな雰囲気を感じます。この近くにある商店街もなかなかいい雰囲気を出していました。今回乗車していく都電荒川線はここ三ノ輪橋から早稲田間 12.2 キロを結ぶ東京では珍しい路面電車です。それでは電停の構内に入っていきます。路面電車というのは全国どこでもそうでしょうけど、この電停に入るまでに運賃の支払いは必要ありません。乗車をするときにこの都電荒川線に関しては前払いで1回乗車するのに一律170円が必要です。早稲田方面からは三ノ輪橋止まりの電車がやってきました。この三ノ輪橋では降車ホームと乗車ホームというのが分かれていて、まず降車ホームに停車をして乗客をすべて降ろします。そして乗客をすべて降ろし終わった後に上り線から下り線に転線をして三ノ輪橋電停の乗車ホームに入線をします。1両編成の車両で運行されており、ドアは前と後ろ合計2つあるんですけれども、乗車をする際は前の扉から入って、降車をするときは後ろの扉から出ます。路線バスと同じような乗車方法です。毎度東京桜トンネル都電荒川線をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は松屋駅前、現在運行されている都電というのは現在乗車している荒川線の1系統のみですが、昭和初期は最大で41系統、総路線距離 212km もの都電が東京都内を走っていたようです。ですが地下鉄などの開業や交通渋滞解消への動きによりどんどんと数は減らし続け、1972年に荒川線だけを残し他の系統は全て廃止となりました。荒川線は自動車と線路を共用しない専用軌道区間がほとんどで、バスなどの代替手段が整備することが難しいとのことで残されたようです。車内ではこのように路線バスにあるようなボタンが設置されています。降車をする際はこのボタンを押して降りることを知らせる必要があります。本当に構造自体は路線バスみたいですね。そして途中にはこんな感じで普通の一般家庭につながる踏切があります。このような風景も路面電車ならではといった感じです。京成線とオーバークロスをして町屋駅前に到着です。東電停は京成線と地下鉄千代田線と乗り換えることができるので降車乗車が多くありました。東尾久3丁目に到着です。この近くに宇都宮線の奥駅という、この尾久と漢字は全く同じ駅名があるんですけれども、 JR は奥と呼んで、そしてこの都電荒川線では東尾久と呼んだり、あと尾久橋通りとかも尾久と読みますよね。同じ漢字なのに読み方が2つあってなかなか不思議な地名です。日暮里舎人ライナーとオーバークロスをして熊野前に到着です。東電停は三ノ輪橋早稲田間で唯一荒川線と同じ東京都交通局が運行する路線に乗り換えできる電停となっています。この熊野前電停は上り線と下り線で交差点を挟んだところにあるのでかなり離れています。三ノ輪橋から熊野前まではバラストと枕木が敷かれた専用軌道という区間を走っているのですが、
熊野前からお台間ではご覧のようにバラストと枕木がなくなり、レールが2本だけ並んで道路の真ん中を走るようになります。荒川遊園地前に到着です。この電停の目の前には荒川遊園という遊園地があります。こちらの遊園地は平成30年12月から休園をしていましたが、今年の4月21日にリニューアルオープンをするようです。都電荒川線ではご覧の3つの区間で軌道内緑化という事業を進めており、ご覧のように線路内に植物が植えてあります。荒川車庫前に到着です。当電停で1回途中下車をしてみようと思います。荒川車庫前という電停名からもわかる通り、当電停には車両基地が併設されていて、その車両基地の隣には都電思い出広場というのがあります。こちらは土休日のみ営業となっています。この荒川車庫前からは車両基地へ向かう線路が本線から分岐をしています。本線から車両基地へ向かう引き込み線は早稲田方面からの線路が入庫専用、そして逆に箕輪橋方面の線路は出庫専用となっていて、構造はデルタ線のようになっています。ちょうど荒川車庫前始発早稲田行きの列車が出庫してきました。早稲田方面のホームへは直接は行けないため、おそらくここから一回荒川車庫前の箕輪橋方面のホームを通過して、隣の荒川遊園地前で進行方向を変えて荒川車庫前の早稲田方面の下り線ホームに入線すると思われます。柵越しからこの思い出広場の車両を観察してみようと思います。まず手前に止まっているこのクリーム色の車体が特徴の車両は5500型といって昭和29年に製造されました。現役当時は品川駅前から上野駅前を結んでいたようです。そして奥の方に止まっているあの黄色の車体の車両は7500型といって昭和37年に製造され、青山の方で活躍した後路線の縮小に伴い荒川車庫に配属されたようです。この車両パンタグラフがかなり特徴的です。遠くから見るとシングルアーム式のパンタグラフのようにも見えます。正確に言うとこれはパンタグラフではなくてビューゲルという終電装置で、昔の路面電車車両には多く採用されていました。さて再び荒川車庫前より路面電車に乗っていきましょう。この路面電車のまあ踏切というか線路を横断するときは遮断機などがないので左右をよく確認する必要があります。都電荒川線の線路幅は1372ミリとなっていて、全国的に見てもかなり珍しい線路幅となっています。この線路幅は主に路面電車が採用していて馬車軌道と呼ばれています。話は変わりますが、実は京王線も1372ミリの馬車軌道を採用しています。これはもともと京王線が都電と直通運転を考えていたためです。早稲田行きです。次は梶原、日曜日も診療、優しく痛くない治療がモットーの小林歯科クリニック前です。梶原銀座入り口、東京土産の大きく右にカーブをして東北新幹線や京浜東北線、宇都宮線などの線路と合流をして王子駅前に到着です。王子駅前飛鳥山間というのは都電荒川線の魅力が最も詰まっている区間といっても過言ではありません。再び途中下車をして、まずは外からこの区間の魅力をご紹介していきたいと思います。電停の目の前には京浜東北線王子駅と東京メトロ南北線の王子駅があります。もともとこの都電荒川線というのは箕輪橋から荒川車庫前、王子駅前を通って赤羽を結ぶ路線と、荒川車庫前から王子駅前、大塚駅前を経由して早稲田駅までを結ぶ2つの系統で運行されていました。1972年にもともと箕輪橋から赤羽を結んでいた27系統の王子駅前赤羽間が廃止となり、1974年に箕輪橋から王子駅前間と王子駅前から早稲田間を結んでいた27系統と32系統が合併し、箕輪橋から早稲田間が都電荒川線となりました。
箕輪橋から早稲田間の大部分が専用軌道で運行されている荒川線ですが、王子駅前から飛鳥山間の 1.7km は完全に自動車が走る道路と同じところに線路が敷かれている併用軌道区間となっています。線路が道路の上に敷かれている併用軌道区間というのは東京都内だとたったこの区間だけなんですよね。電車が通っていない時ではご覧のようにバスや乗用車が線路の上を平然と走っている姿を見ることができます。そして王子駅前飛鳥山間のもう一つの特徴というのは勾配です。なんとこの坂は 66.7 パーミルの勾配があります。 66.7 パーミルというのは現在廃止されていますが、旧信越本線の横川軽井沢間の最急勾配と同じ勾配があります。都内の鉄道路線としてはここが最も勾配がきつい区間となっています。同じく 66.7 パーミルの勾配があった旧信越本線横川軽井沢間では補助用の電気機関車が取り付けられてかなり難所だったというのをよく聞きますが、荒川線はもちろん車両を増結することもなく1両単独の編成でこの急坂を登っていきます。鉄のレールと鉄の車輪ということで摩擦力はかなり低くなっているので、この先の信号で一回停車をしてしまうと発進というのはなかなか難しそうですが、まあ運転手も慣れているのか特にそんな辛い様子を見せることもなくスイスイと登っていきます。ただし雨や雪といった悪天候の場合はかなり悩まされるそうです。実際に雪が降ってこの区間が運休になったこともあります。再び荒川線に王子駅前から乗車をして、次は併用軌道区間と 66.7 パーミルの急勾配を車内から見ていこうと思います。お待たせしました、このです。飛鳥山電停到着手前で道路とは分かれて、ここで都内唯一となる併用軌道区間は終了です。飛鳥山電停から終着早稲田電停までは専用軌道区間を走行します。ありがとうございました。まもなく大塚駅前に到着するといったところなんですけれども、ここで一旦停車をします。信号機を見ていただけるとわかるように、こちら路面電車側の信号機が赤になって車側の信号が青になっているということで、通常鉄道路線というのは電車が優先で、電車が通るときというのは遮断機が降りて車の道路を遮断するというのが一般的なんですけれども、この路面電車というのは大通りでは信号待ちを行うことがあります。前方には大塚駅前電停が見えてきます。この大塚駅前というのは山手線との乗り換えも可能ということで、利用客は多く立派な屋根がついています。都電雑司ヶ谷から岸墓神前間というのは仮設の線路を走行します。なぜ仮設の線路を走行するのかというと、ちょうどこの線路の右側で大規模な工事が行われているためです。この区間では現在環状第5の1号線というバイパス道路を
都電荒川線の線路の下に通すという工事を行っています。この工事を行うのにあたって、もともと直線に敷かれていた線路を少し東側にずらしたようです。ですので前方には不自然に曲がった S 字カーブがあります。神田川を渡っていきます。都電荒川線には東京桜トラムという愛称がついているように、神田川や飛鳥山といった桜の名所を多く通ります。そして左に大きく地図を見ると、ほぼ直角にカーブをして終点の早稲田電邸までは新目白通りを走行していきます。ということで、都電荒川線の終点早稲田電邸に到着です。当電邸にも三ノ輪橋電邸のような降車専用ホームがありますが、現在は使われていないようで、奥にある乗車専用ホームと降車専用ホームが左右に分かれた1面2線のホームに入線をしていきます。終着駅ということで、進行方向左側の前後にある2つ両方のドアから降車をすることができます。まずは左側の降車用のドアを開けて乗客をすべて降ろした後、進行方向右側、折り返すと左側になるドアを開けて、ホーム上で待っている乗客を乗せて再び三ノ輪橋方面へ折り返していきます。三ノ輪橋電邸とは打って変わって、こちらはかなり現代的な佇まいです。というわけで、今回は東京都交通局が運行する唯一の路面電車、都電荒川線のご紹介でした。非常に面白い路線だったので、皆さんもぜひ興味があれば乗車をしてみてください。それでは本日の動画は以上となります。コメント、評価、チャンネル登録、何でもいいので応援をしていただけると嬉しいです。本日も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。